2020明治安田生命 J1 リーグ第31節日産スタジアムから横浜 F マリノス鹿島アントラーズの一戦をご覧いただきます。今日は最大で3万人お客さんが入ることができます。まあ、タイトルの可能性がなくなったからこそどうかこの両クラブ、今日はこのクラブのエンブレムを感じさせる大いなる奮闘を我々期待したいと思います。ホームの横浜 F マリノスです。10月に加わりました高岡が今日もゴールを守ります。松原、チアゴ、マルチンス、伊藤出場停止明け、小池、木田、大木原、マルコス・ジュニオル、水沼、ジュニオル・サントス、エリキと入っています。ゴールキーパーは沖です。小泉、犬飼、町田、長戸、荒木、長木、レオシルバ、エベラウド、土井、上田という今日のスターターです。外側エベラウドを狙ったと枠に来ていた、右足で狙いましたが高岡触れず、エベラウド際どい形になりました。鹿島これで少し間を取った小池、タッチラインにエリキ、ワンツーで小池、えぐって小池、折り返した、水沼がいた、先手を取りました。 F マリノス、エリキと小池で左を突破、飛び込んできたのは今日先発の水沼宏太です。まあ、プレッシャーをかけたい、ボールを奪いたいという相手の守りをうまく F マリノスについた形になると思いますので、まあ、最後の飛び込みも含めて非常に良い形の得点だと思います。はい、17分水沼宏太、 F マリノス一歩前に出ました。マルコス・ジュニオール、さあ水沼もらって逆サイド、エリキ、エリキにふわっと入れました。入り込みすぎたんでジュニオール・サントス、エリキ打つ、早い展開から追加点来ました。 F マリノス、水沼、ジュニオル・サントス、最後仕上げたのはこのエリキです。鹿島もね、長木の戻りとレオの対応もあったんですが、ちょっと局面の、まあ、こぼれ球の部分が、まあ、F マリノスにこぼれた部分もあるでしょうし、まあ、そういった勢いも感じられる攻撃でしたので、これでリードが広がりました。町田が広げて外に長戸、水沼が戻る、転がしてな、面白いボール入れてきました。長戸のアイデアパス、真ん中落としてヘディングだ、ナイスキーパー高岡です。セットプレーからの決定機、鹿島新加入高岡しのぎました。肩です。シンプルにチャンス、ナイストラップ、上田狙った、これは素晴らしい、抜けてきたのは上田綺世、鋭いボールに反応しました。ナイストラップ、ナイスシュート、これそうですね、よく足伸ばしながらコントロールして、あの上半身も伸びぞることなくしっかりコントロールした中で右足振りましたから、まあ、ストライカーらしいなという素晴らしいゴールですね。はい、マルコス・ジュニオ、水沼ワンタッチ、サイドないですね、ないですね、松原引きつけてゴロ、エリキの内側に小池、左足、大木原、決定機でした、 F マリノス。中エベラウド、ね、オウノーステップ、エベラウド振ってきました、際どいシュートです。まだ気がエンドにかかる、はい、さあ長戸が来た、エベラウドが外、エンドが外、長戸の右足だ、非常にいいシュートを打ってきました長戸。こちらはこちらで
チアゴ・マルチンスの後ろ、ジュニオル・サントス、シンプルに長戸放り込み、おー、カウンターの形ができた。ジュニオル・サントス、マルコス・ジュニオル、自分か外か、外エリキ、勝手にエリキが、おー、狙った、伊藤翔と、それから常本ですか、2人呼び、おおおお、エベラード、おー、すごい、なんというスーパーショット、エースの右足、ロングレンジからエベラウド、スコア同点、2対2です。鹿島からするとよくエベラウド狙ったなと、まあ、あったシュートのところはもう彼しか打てないボールだったので、すごかったですね。いや、すごかったなと思います、はいはい。さあ、互いにゴールに向かう切り替わりが激しくなります。左足、エンドだ、逆転しました。鹿島84分、右からのクロスを叩いたのは遠藤康志の左足、2対3です。見事でしたね。高岡が蹴って、ここで試合終了の笛が鳴りました。鹿島アントラーズ 0-2 からの大逆転、上田、エベラウド、最後遠藤、この伝統の一戦、2対3、逆転で F・マリノスを下しました。